で、もっと言うと、マジシャンが必要かどうか、マジックショーにマジシャンが必要かどうかっていう課題があるじゃないですか。大学生活でマジックをやるってことに関しては楽しく終わったんです。で、普通に就職しようと思ったんですが、こうあんまりにもマジックにはまりすぎちゃって、就職活動とかあんまりしなくて、でギリギリでなんとか就職できたのが長野県なんですけど、その頃は青木っていう紳士服の、今結構有名なんですけど、その頃は何て言うかな、こう創業したばっかりで、幹部候補生みたいなのを募集してて、それに入って中に入ったんですね。でもまああんまりポリシーないんで、まあいいかこうねみたいな感じでいたんですけれど、でも最初ね、入るともうすごい厳しくて、研修とかがあるんですが、でその時にね、こう服の色の扱いとかカラーの扱いとかびっしり教わったんですね。それがこう後々役に立つんですが、コスチュームとか自然な服装とかね。で、あとは販売っていうのをみっちり教わって、で私はあんまりこう表に出て人前に立つとドキドキしちゃう性格なんで、でもそんなの関係なく、販売テクニックっていうのを、こうロールプレイングゲームっていうのがあって、こうロールプレイングで教わるんですね。で、自分がお客で、もう一人が販売で、入れ替わって入れ替わって、でちゃんとマニュアルがあって、でその通りちゃんとで習得して、でやるとちゃんとお客様買っていただけるんですね。でそれでちょっと自信はついたんですが、でもそれやりつつ、で昔からね、なんかアメリカ行きたいってのがあったんですよ。でずっと学生の頃からアメリカ行きたいってのがあって、でその夢がどんどん膨らがって、で行きたいなと思ったんだけれど、お金がないっていうのがあって、でうちに相談してもうちは助けてくれないんで、で自分で稼がなきゃいけないと思って、一回その青木を辞めて、で、まあ変な話なんですが、こうイトーヨーカドーで冷蔵庫販売員っていうのを募集してて、でそこに「お願いします」って言って、でも販売能力はあったんで、結構冷蔵庫いっぱい売ったんですよね。全国のランキングに入るぐらい冷蔵庫売って、それでバイトして、でそれ1年ぐらいバイトしたのかな。それでお金を貯めてアメリカ行ったんですね。でアメリカ行ったのは大体半年ぐらいいたんですけれど、でもうその時はこうマジックっていうよりは、こうアメリカ行っていろんなものを見てみたいっていう。で帰ってきて、まあもう一回初心に戻っていろんなことやろうかなと思ってたんですが、でアメリカ行って、で行った1日目か2日目かな、やっぱりマジック興味あるんでマジックショップ行ったんですね。でマジックショップ行って、で日本から来たのとかいろいろ話してるうちに、明日なんかミーティングがあるんだよって言って、サンフランシスコの IBM のミーティングっていうのがあるんですね。でそれに来ないかって言われて、でそこへ行ってからこのなんかマジック人生が始まったんですが、でまあ、詳しく言うと、その IBM に行った時に何か見せろって言われて、で一応いろんなことができるんでいろいろ見せたんですね。そしたら今度その次の週にコンテストがあるから出ないかって言われて、クロースアップのコンテストなんですが、でそれに出るってことになって、で次の週行ったんですね。でコンテスト出て、まあ3位とか取ったんですけど、それはそんなに大したことなくて、でその時いろんな人が来てて、そこで友達がいっぱいできたんですね。でその友達で、まあ、いろいろと女性が一人で、でその女性っていうのは将来ハリウッドのマジックキャストで働きたいって言って、コネクションもあってもうちょっとで働けるっていう、女性で、でも大学生なんですが。で一生懸命マジックの勉強してるっていうのを知り合って、であともう一人はお医者さんっていうのがいて、そのお医者さんがこういろいろなとこ連れてってもらって、面倒見てくれたんですが、であともう一人カードマジシャン、カードマジックのすごいマニアックな人なんですが、その3人と知り合って、でそれぞれがなんかいろんなグループに属してて、そのカードのマジシャンは自分たちでこうなんていうかマニアックな人ばっかり集める。でカードのこう集いみたいなのやって、そこに来ないかって言われて、で結果的にね、1週間に1回そこのサークルに行ってカードばっかりずっとやってたんですが、もう一つはその女性マジシャンなんですけれど、で女性マジシャンは演劇の勉強したいっていうことで大学の演劇コース取ってて、
で仲良くなって「いいね」って言って、でポロッと「聴講生なれないかな」って言って、でそれで聞いてみるって言って、でその、大学の授業、あの有名な女優さんがやってるんですけれど、でそれ聞いてくれたら、あ、聞いてくれたんですよね。でそしたら「いいよ」って言われて、でもう聴講生で、そこからずっと週1回入ってずっと勉強したんです。とても楽しかったですよね。どういうクラスだったんですか？発声とか、あとこう朗読みたいなのをやってましたね。あと運動とかやってましたね。でもなんかそういうところに入れるってことが嬉しくて、でその時に偶然なんですけれど、あとでニューヨークシンポジウムで1位取ったスコット・サービンっていうマジシャンがそこにいたんですね。でその時こう冷静になって考えると、その女性はあのマジックキャストに出たい、でそのスコット・サービン一回だけ挨拶してちょっと話したんですが、その時はあの手品が趣味なんですぐらいな感じで、で私も手品が趣味なんですぐらいで、3人でずっとね6ヶ月ぐらい一緒にいたんですけれど、まさかあのスコット・サービンになるとは思ってなくて、まあ、向こうも船のマジシャンになるとは思ってなかったんですが、それはそれでずっと楽しかったんですね。でそれとはまた別にいろんな友達ができて、またいろんなこう IBM の会があるよとかいうことでいろんなところ行って、そこでまた偶然にあのスライディのお弟子さんと会ったんですね。もう名前はあのビル・ウェリントンっていうんですが、で、まあ、最初は後でいろいろ話して気に入ってくれて、でスライディの話になって会いたいなとかいう話もしたんですけど、その前にねビル・ウェリントンっていうのはこう落ち着いてるっていうかね、マジシャンになろうとは思ってなくて、マジック研究家なんですけれど、で仕事を聞くと、その会う10年ぐらいまであのアメリカで有名なバンド あのギタリストかなんかだったんですね。でそれでヒット飛ばして一生あの食べていくお金を稼いだ人 ですごい落ち着いてて、だいいなと思って、でいろんなことを教えてもらった。でそこであの、まあ、彼にはマジックっていうのはやっぱりエンターテインメントで芸術で、まあ、一般的に言われることなんですけど、で絶対コピーしちゃいけない、コピーっていうのは強く言ってましたけど、でスライディに会いたいなって言ったら会わせてあげるよってことになって、と思ったんですね。で夢のような話 で大学の時はあの一応バーノン、スライディの両方本を読んで一応両方できるようになってたん でもあのスライディさんっていうのはあの、まあ、学生の時聞いてたのはすごいこう頑固者ですごい厳しいって聞いてたから怖いなと思ったんだけど、とにかく会いたくて、会いたい会いたい会いたいって言って、で会うことができるってことで、であのレストランでこう待ち合わせしたんですが、でその時にもうお年を召しててすごいおじいちゃんだったんですけれど、でランチかなんか一緒に食べようってことになって、そのビルとスライディと私であるレストランの前で待ち合わせして、でこうその時間に行ったらスライディとあのビルが待ってて、でこんにちはとか言って、結構今も軽いんですけど結構軽かったんで、こんにちはとか言って、日本からやってきましたみたいな感じで、初めてスライディとお会いしたんですけど、その時にあ怖いかななんて思ってニコニコしてたら、やっぱりあのちゃんとスライディ目の前に立って、どうするのかなと思ったら、あの ちゃんとしてるんですね、こうやって、でこんにちはって言って、でレストランがこうあるんですけど、入り口がそこのドアをこうスライディングが開けてくれて、でどうぞって言ってくれたんですね。私もうびっくりしちゃって、後ろ見たけど私しかいないよみたいな、あですごい感激して、で、まあ、ぼーっとしながら中に入ってって、でスライディングちゃんとドア閉めて自分も入ってきて、でその後こうカウンターに座って、でスライディング真ん中で私ビール でスライディングにシガレットのマジック見せてもらって、すごい感動したんですけれど、でああマジシャンっていいなと思ったんです。で、まあ、一番感動を受けたのはその私みたいなね、知らないような何か若い、まだまあ若いですよね、そんなペラペラなマジシャン、ちゃんとこうドア開けてくれて案内してくれたことにすごい本当にね感謝と、あやっぱり一流の人っていうのはすごいんだなと、ああいうふうになりたいなと思ったんですね。でもその考え方っていうのは船にずっとつながっていくんで、やっぱり船の時はゲストがいたらやっぱり自分が全部どうぞ必ずやるような、それはねプラスだったと思いますね。で日本だと、まあ、その頃北千光さんとか有名な方がいたんだけれど、ちょっとやっぱりそういう、ね、文化が違うんでそういうことはされないだろうなと、だからちょっとイメージ的にもびっくりしたんですね。
でそれがあのスライディーに でそれからもう尊敬して、その後1回ぐらいあったのかな。でそういう会にも、スライディーが出るような会にも行って、でその時にラリー・ジェニングスとかもいたんですね。でそういう会でいろいろこうカードを見せ合ってる、あいいな、で一生こんなことできたらいいな、でプロになったらできるのかなっていう、まあ日本はそんな感じはないんですけれど、でもいいなと思ったことはよく覚えてます。Look at him at the far end of the table into a discussion on flat screens and cable. All you boys down there, what planet are you from? Why do you think we ladies up here have got our war paint on? Oh, he's gorgeous. Oh, he's gorgeous. But he's talking quantity surveillance. That's true. What the hell is wrong with him? Can't he see I feel like